進学や就職の場合における調査書とは、在学生や卒業生の学習活動や学校生活について教員が記載した文書のことで、進学就職先の先行資料の一つである。俗に内申書とも呼ばれる。入学者選抜試験を行うにあたっては、各教科、科目の表情ほか、調査書の記載内容を点数化して処理し、評価の対象とすることがある。 この点数のことを俗に内進点と呼び、一般に受験生の合否に影響する。記載される内容が類似している文書には、指導要録や通知表などがある。通知表は、学校が学習者本人や保護者に当てた書面であり、指導要録は、学校が作成する用事、児童、生徒の記録である。指導要録については、転校、転学先の学校に、 写しが送付され、その後の教育活動に用いられるが、調査書と性質をことにする別のものである。義務教育制度との関係から、多くの公立の中学校では、無試験入学が実施されている。このため、先行資料として調査書が必要なものは、入学試験等を実施する中学校、中等教育学校に提出する際に限られる。 通知表の写しで代替できる学校が増えているため、調査書を要求する学校は年々減少傾向にある。このことからも、先行資料としての重きはなく、出席日数等を確認する程度である。俗に言われる、内申書とは、多くの場合でこれを示す。過去、中学校から高等学校に送られていたものは、生徒と保護者にその内容が開示されない、秘密文書とされており、 文字通り内部申告書であったためである。しかし2018年現在では生徒とその保護者に開示され、その記載内容に間違いがないかの確認がされる、あるいは生徒とその保護者から請求があれば開示されることがあるものとなっており、秘密性は薄くなっている。調査書はほとんどの高等学校の受験時に必要である。受験生の各教科の表情、 特別活動の記録、出欠の記録、総合所見資格などが記載される。入学者選抜を行う高等学校は、これらの記載に基づいて受験生の評価を行う。調査書に基づく受験生に対する評価は、入学者選抜を行う高等学校で点数化されて処理される。調査書は、指導要録の記載事項に基づいて記載される。この際、指導要録の 指導に関する記録は、その保存年限が5年であるため、卒業後5年を経過すると、中学校から調査書の発行が受けられなくなるので、注意が必要である。調査書の様式や、記載内容などの企画は、おおむね、各都道府県ごとに、私立高等学校、公立高等学校別に定まっていることが多く、どの学年の、どの時期までの教科の表情を記載するかや、 文章による総合書件の記入方法などが統一されている。また、学力検査の点数と調査書店の比重は各学校が定めている。東京都立の高校であるチャレンジスクールでは調査書を入学者選抜に用いていない。2001年度以前は教科の評価方法には相対評価が用いられていたため、どの学校でもどの教科においても それぞれの表情値は一定の割合であった。しかし、2002年度から評価方法が絶対評価に変わったことにより、例えば表情後の生徒の評価対象者に占める割合がある中学校では10%、別の中学校では25%ということも起こるようになった。これは単純に相対評価で規定されていた人数の割合に関する規定がなくなったからというだけでなく、 それぞれの中学校のそれぞれの教科によって観点別評価や表情の付け方が異なっていることにもよる。したがって現状では各中学校によって評価 A や表情5が持つ意味合いが異なる。誤って調査書の点数が書き換えられることによって本来なら合格点だった高校に合格できなくなった事例や 成績を低く記載されたことによって、奨学金が受けられなくなった事例、調査書が取り違えられたことで、本来は合格点に到達していた学校に不合格となった事例もある。調査書入学者の選抜のための資料とする場合は、校長は調査書をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。東京都などのように、生徒、 保護者を介して調査書を送付する場合には、発行された調査書は原封され、高等学校の校長宛ての進展文書となり、生徒や保護者が開封あるいは既存すると調査書は無効になる。茨城県や新潟県などでは、中学校から高等学校への調査書の送付は、入学願書等と合わせて学校が直接行うので、生徒や保護者は原封となった。 調査書に触れる機会がないので、このようなトラブルは起こらない。大学等への受験の際に必要であるが、内容の取り扱いは、学校や学部、学科、入試形態等により、様々であるが、一般に推薦入試においては、表情や特別活動の記録を、はじめ、全項目にわたって重視される。なお、中学校同様、調査書や、 成績証明書といった書類は卒業後5年が、経過すると、生徒指導要録及び文部省通達に基づき、発行されなくなる学校が多い。平成5年度に、高等学校生徒指導要録改めが改正され、平成6年から適用されたため、学校によっては、入学年度によって、発行可能期間が5年を超える場合もある。しかしながら、一律で5年としている場合もあるため、 書類が必要な場合、出身校に問い合わせた方が良い。大学受験等に用いる場合、調査書や成績証明書が発行できない場合、卒業証明書と調査書及び成績証明書発行不能証明書を発行してもらえば受験資格があることを確認できる。大学院への入学の際に必要とされることがある。ありがとうございます。